ございました。トロンボーンの迫力ある演奏はいかがでしたか。続いて3曲目は聖華女子高等学校吹奏楽部ではおなじみの風になりたいとオールディーズメドレーです。2曲続けてお聴きください。
れはアメリカの有名な曲がメドレーになっている曲です。各楽器のキレのある動きやカラーガードのダンスはいかがでしたか？次の曲をお届けする前に、突然ですが今日10月30日がお誕生日の方がおられましたら、その場で手を挙げていただけますでしょうか？Thank you.
ございました。誕生日の方、改めておめでとうございます。聖果女子高校、聖果女子高校吹奏楽部はイベントで演奏させていただくときには必ずこの曲を演奏しますので、お知り合いにお誕生日の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に演奏を聴きに来てください。いよいよ最後の曲となりました。最後に演奏します曲は、懐かしのあの曲や大ヒットアニメの主題歌などをメドレーにした聖火ヒットパレードをお届けします。知っている方も多いと思うので楽しんでお聴きください。本日は寒い中、聖火女子高等学校吹奏楽部の演奏を聴きに来てくださりありがとうございました。
本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。今日がですね、1年生がこう公の場で演奏するのが実は初めてでして、はい、ちょっとかなり緊張している子も、はい、もうご覧の通り伝わったかなと思うんですけども、はい、この後また1時半からと3時半から2回ステージを予定しておりますので、ぜひ美味しいお昼ご飯を食べた後ですね、ちょうど帰る頃にまた私たちが演奏している時間になっているかなと思いますので、もしお時間に余裕がある方はまた2回目3回目の公演もぜひ応援よろしくお願いします。ではちょっと勝手にアンコールということで、はい、すみません。最後に聖火の恒例ですね、 YMCA ヤングマンをみんなで元気いっぱいに演奏して終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。Thank you.